吉備中央町でちょっと変わったね、場所をね紹介しようかと思うんですけど、後でいいよ、あ、いいですか、はい、後でいいよ、帰るときに、あ、ほんまですか、はい、どうぞ、もう撮るんだ、あ、撮ってます、あ、このここはね、マビの、廃材で、ここを作って手作りで、サンテストのつもりで来てください、持ち込みも可です、あ、はい、はい、というわけでやってまいりました。吉備中央町でちょっと変わったね、場所をね紹介しようかと思うんですけど、まあ、一度ここに来たことあるんですけど、知ってる人はね知ってると思うんですけど、知らない人、まあ過去にねこの動画を、見たことない人は、初めてだと思うんですよね。あ、どうも、あ、行きました、2度目なんですけど、
じゃあお蕎麦もらっていいですか。すみません、はい、アレルギーはない。あ、全然ないです。暑いよ。あ、大丈夫です。全然大丈夫です。大丈夫。はい。あ、はい。すみません。あ、お金あとでいいよ。あ、いいですか。はい、あとでいいよ。帰るときに。あ、ほんまですか。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。あ、すいません。ありがとうございます。どうぞ。はい。出汁があって薄くなかった。いや、別そうでもないです。全然大丈夫です。はい。ここが今皆さんのあのあれですよね。あの喜んでいただく休憩所です、ね。休憩所です。あ、もう取るんだ。あ、取ってます。あ、このここはね、実は今年新しく、はい、休憩所の屋根を廃材で、マビの、廃材で、ここを作って手作りでやりました。使えなくなった。使えなくなった、シミになっとる、柱をいただいたので、これを作りました。有効活用。はい、そうです。手作りがテーマなもんで、はい、頑張っております。ね、去年来た時はなかったんですけど、今年になって、はい、すごいですね。でもこうやって有効活用、そうですね。まあ、うん、ね、少しでもね、手作りで皆さんがね、したのまた若い人には夢を持っていただいてね、はい、やればできるというね、あれにもなったらいいんじゃないかと思います。でも結構、ね、でもお蕎麦美味しかったです。あ、そうです。お蕎麦とね、名物のお蕎麦とおうどんと芋餅をね。はい、あとコーヒーね。それでもうね。ビールも。はい。ビールも。はい。そういう感じでね、頑張りますので。はい。無料ですので、自分の皆さん、ベストのつもりで来てください。持ち込みも可です。はい、というわけで今日はねこんな感じで、お届けしました。全部ね廃材で作った公園ですかね。作るまでに14年かかったのかな。結構ね時間がかかってるんですけど、全部これもね一人でほとんどやってきたということで、まだねこの裏山の方かな、裏山も削ってまだ拡張してるということで、興味があったらぜひね行ってみてください。それでは失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。